新井さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。新井さんが旅っぽの中でホテルにかなり詳しいって聞いたんで、はい、今回は都内のおすすめのホテルをちょっと教えていただきたいなと思います。はい、今日はですね、蔵前にあるぬい、っていう、まあ、ゲストハウスって言ったらいいのか、ホステルって言ったらいいのかわからないんですけど、そこの、紹介をしたいと思います。はい、全体の雰囲気ってどんな感じなとこなんですか？もう全体はもうザ・おしゃれホステルみたいな感じで、もともとは、おもちゃ屋さんの倉庫をリノベーションされている建物で、だから1階がバーラウンジみたいになっているんですけど、そこがもともとはそのトラックが入ってきて荷物をこう下ろすような、こうなんていうの、段差になっている部分の、ここの段差の部分に階段ができてて、広いスペースがバーラウンジになってるんですけど、になってたりとか、あとは、部屋も中もリノベーションされてるんですけど、その一部屋一部屋割とこだわり抜かれたバックパッカーズジャパンっていう割と有名な旅人が好き なんかホステルとかやってる有名な会社なんですけど、そのデザイナーさんとかが割とこだわって作ってる空間っていうのが、まあ、売りのポイントなのかなと思います。はい、部屋の雰囲気ってなんかこうどんな特徴あります？部屋は個室は割とこうシンプルで、そんなにこう超おしゃれ空間みたいなのというよりは、割とこう洗練されたこの一つ一つのなんかこうフック、なんかカバンとかをかけるフックだったりとか、テーブルとか椅子とかがその木造で、なんか落ち着く空間みたいなのが割とコンセプトになってて、でコンクリートかな、壁は。で上もなんかむき出しになってたりとかして、これこう男らしい感じっちゃ男らしいんやけど、その中にもこう居心地の良さみたいながあったりっていうのが、部屋の雰囲気かな。はい、結構こう遊び心ある感じなところですね。でなんか壁とかには、ドライフラワーが飾られたりとかして、結構そういうおしゃれな、ものがあったりとか、6階に宿泊者専用のラウンジスペースみたいなのがあって、そこはもう椅子も一つ一つ種類が違ってアンティークみたいな雰囲気が出たりとか、革張りのソファーがあって、まあ、本がたくさん並べられてパソコンも置かれていて、でそこで仕事するとか、本でゆっくりするとか、みんなこうそれぞれの時間を過ごしてるみたいなのがこういい雰囲気を醸し出してるっていう感じかな。キッチンもすごいおしゃれでレトロな感じで、そこでご飯作って食べてる人もいましたね。こう食事とか出してもらったりとかってあるんですか？その1階がカフェバーになってるんで、コーヒーが飲めたりとか、夜は、まあ、ビールとかお酒とかが飲めて、結構ね、もういつもそういう泊まってないお客さんでも来るから常ににぎわってて、外国人がたくさんいたりとかもするし、地元の人とかそういうおしゃれカフェとかおしゃれバーみたいなのが好きな人で常ににぎわってるから、席がねあんまりないぐらいのワイワイしたスペースで、いろんなお酒も楽しめるし、あとご飯は、朝はそういうパンケーキみたいなのとか、マフィンみたいなのがあったりとか、で夜は結構しっかりカレーとかそういう料理も出たりするんで、ご飯も、充実してます。ありがとうございます。こう特別な体験があったりとかってしますか？特別な体験でいうと、たまにその1階のバーラウンジでイベントをやってたりして、音楽イベントだったりとかっていうのがあるのが、まあ割と、まあそんなに頻繁にはないけど、特別な体験といえばそういう感じかな。あと実は非常階段っていうか、エレベーターとかに階段があるんやけど、その階段のところに壁にずっと上から下まで、海外の旅の写真か、海外の人のが写ってる旅の写真、旅中の写真が飾られてて、それを見るのもすごい楽しい。だからもう無駄に階段でこう移動して壁の写真を見ながら、まあ、プチ写真展みたいな感じのを過ごせるのも、いい体験です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。